バーンと当たるじゃないですか、バーンと審判になるじゃないですか、2人ともうーってした時に大丈夫ですかみたいな。いつもは敬語なのにもう先輩オーラ出してくるんですよ。お前今のいけるやろ。大木田中アスリートチャンネル。さあここでは今成さんと、はい、そして酒井元審判です、はい、デッドボールについて、はい、当たったけど当たってないって言われたりとか、当たってないのに当たってると言ってくれたりとかありました？いや僕はもう当たった時じゃないと当たったって言わなかったですね。あだから打ちたかったんで、なんか当たってでもなんかデッドボールって言わないでほしい時もあったんですよ。こう服とかにすっかすっても、あもういいや言わなんとこってみたいな。へえ、そうなんですか。僕はそういうタイプでした。でも多分選手によっては当たってないのに当たったっていう人は多分いると思います。あとは打ちに行ってるけどデッドボールじゃんみたいな。ああ、うん、打ちに行ってるけどあれデッドボール取られるんだみたいなとこありません？確かにありますね。だからあのデッドボールのこうハーフスイングかデッドボールとかあるじゃないですか、あれの判断基準って何なんですか？投球に対して打ちに行った結果当たってるのか、はい、それとも避ける流れでバットが出てしまったのかっていう そこっすね。そこの判断ってどこなんですか？難しい。もう見て、もう見てだけ、見てだけ。もうセンスですか？センスっす。おだからかあいつ。誰見てる？誰来てらっしゃいますか？誰来てらっしゃいますか？生きてる、そこいるんぞ、ここにいっぱい。で僕解説会の時にハーフスイングの定義を調べたんですよ。僕ルールブックでプロになると毎年変わるじゃないですか、うん、はい、あやっぱ審判です、絶対見るじゃないですか。見ます。僕らポイなんですよ。でしょうね、絶対読んでないと思います。だいたいプロ野球選手ってみんなポイなんですよ。でも改めて解説業をやるときにちょっと見ようと思って、でも見たら楽しいんですよ。でハーフスイング、今なんて表記されてました？ハーフスイングの、はい、ハーフスイングが審判がスイングとそうスイングとこう判断したらもうハーフスイングなんで、うん、手首を返ってるとヘッドが返ってる、もうバーッとこれでも審判が振ったと思ったらもう、あそうこことかじゃないんですよ。もう審判が打者がスイングをしたと判断した場合ハーフスイングとするなんで、だから 100% もう全部ハーフスイングがハーフスイングなんですよ。審判に委ねられてるってことですか？正しいです。正しい。ここまでちゃんと読んでるの僕びっくりしました。世の中の人みんな意外と知られてないですよ。だからヘッドが出たとかみんなこうやってヘッド前に出たとか、うん、ベースより前に出たとか言うじゃないですか。だから僕らそもそもこれ頑張ってうーんって戻すじゃないですか。あれ意味ないですよ。いや意味なくはないですよ。そのプロ野球の審判内で基準っていうのをある程度作ってるんですけど、その基準何なんですか？いやそれはまあまあ教えてもらえないんですか？それはまあいろいろある。わあ、一応ハーフスイングの定義はあるんですね。審判団のには書かれてないけれども、審判団の、まあ、定義というまではとなんか定義というまではいかないですけど、はい、そう自分たちの認識、そうですね、ですね、これはスイング、これはノースイングっていうのは一応、面白い。ルールブック見たらめっちゃ面白いんですよ。であとあのなんかよく選手に言われたのが、黒のバットの方がハーフスイング取られやすいっすよねってよく言われてましたね。なんでですか？なんかキラッと光って見にくくなるんですよ、ナイターの時この軌道が残りにくいというか、あ残像も含めて、はい、そうなんですか。なんで、ま、もう多分そうです。審判内でも言ってたのは、まあ、こう黒を返すじゃないですか、パンって返すけど、この動きが多分こう見にくくて、白いとブワーンって見えるんで、どこっていうのが見やすい。防御色だから、はい、黒は防御色ないし光るから、もしかしたら黒の方がスイング取られやすいかもしれないです本当に。はい、面白い。これじゃあ草野球も一緒ですね多分ね。いやでも草野球の審判信用しちゃいかんすよ。寝てますよ、おーんとおーおーおーみたいな。あとすごい思うのはファールチップ痛そうだなみたいな。絶対痛いですよ。このキャッチャーとかこのバッターで結構ファールチップくんじゃないかなみたいな、ありますか？ファールチップ、まあこのバッターとかはないんですけど、痛い時大体この辺は痛くないんですよ。ガードしてからですか？そう、一番痛いのはマスクガーンってきた時に、その日は痛くないですよ。翌日むち打ちが半端ないんですよ。キャッチャーもよくあると言いますかね。でもキャッチャーはヘルメットしてるんですよ、にかぶるじゃないですか。審判さんちょっと帽子なんでダイレクトに来るんですよ多分。こ僕らこれ多分ある程度こうクッション入ってるんですよ。全然違うんですか？いやそれでも痛いですよ。だ めちゃくちゃ痛い。あの帽子のつばがこうカツンってくるんで、ここが後になるんですよ本当に。でも隠れてるとこってどこですか？隠れてるとこってガードしてるとこ、防具入ってるのは本当この辺と足だけです。この辺全部です。だから結構一番僕キャッチャーやってて審判の人と時間を共有できるのは
バーンと当たるじゃないですか。バーンと審判当たるじゃないですか。二人ともうーってした時に大丈夫ですかみたいな海猿聞こえて信じるよーでもあの時は意外と審判痛くないです。だから毎年当たってますから反射的に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 僕のこともしかして壁と思ってましたか壁っすよ。はっきり言ってもう信用そこ信用ないと無理なんで。だから本当にたまにサイン違いでダイレクトにバーン審判の時はたまに審判おい取れよって言うんですよ。で僕らもサイン違いだから取れませんよみたいなでもそれが続くとストライクゾーン狭くなるんですよ。あそうなんですか。やっぱ信頼関係ないと安心して見れないんで怖くなってくるんですよこっちも。なるほどね。これはもうあれ契約と一緒ですね。生命保険とかのねもうそうです。信頼のもと成り立ってる。信頼関係成り立ってる。そこはもうすごい大事です。キャッチャーすいませんって言うじゃないですか。でキャッチャーもやっぱ最後取ってもらいたいからあの主審にはめちゃ手厚いんですよキャッチャーって。あーなるほど、ね、だから打席でもキャッチャーってあんま文句言わないですよ。文句言わないです。で僕キャッチャー時代文句言ってないですから。言ってない。野手だけめっちゃ言いました。バッターボックス入る時審判の人挨拶するじゃないですか。言います。毎回やってました。もう一回です。お願いしますみたいな。あれやっぱ印象良くなる。いや特にみんなやるから一緒ですよあれはでも多分アマチュアの癖ですよね。あそうですね、はい、多分癖です、ね、お願いしますみたいな。小学校の時でも、はい、絶対何も言わない人もいますよ。そよぎ選手です。そよぎ選手すっと入るんですか。でもそうです。でも絶対みんな悪く言わない。そよぎ選手何も挨拶もしないんですけど絶対に文句を言わないですよ。もうなんか仏のような選手なんですよ。ほんと淡々とやるんですよ。だってそよぎ A 神ですからね。そうですね。家がまあそういう家ですからね。そよぎ選手の声だけ僕聞いたことないです。記憶がないですよ。へーそうですか。喋った記憶がないんでどういう声を出すのかが分かんないです。そよぎ選手そよぎ さんは結構あれですよ。声意外と高いですよね。意外と喋りますから。めっちゃ喋りますけどね。そうなんですか、はい。もう駒沢の時4年生のベンチ入ってなかったから製麺所でアルバイトしてますから、大学時代、そっから社会人行ってプライベート日産ですごくないですか。すごいっていう話を少ししてくれるんですけどね。でも審判会で、はい、もう本人にその言ってほしいんですけど審判会で有名でしたよ。じゃあ審判団の中でこいつはやばいですね。嫌ですかこいつこいつだけ厄介。もうあのワースト1に3ぐらいいるじゃないですか。こいつはほんまクレーマーやみたいなこいつだけちょっともう審判団全員でもやってろやみたいなそれは言えないでしょ。それは言えないでしょ。ピーやピーピーやピー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 それそうっすね。僕のピーも僕のピーも入れてください当てていいですか僕。あいいですよ。あ微妙っす。あの年上にはめっちゃ好かれます。年下にはめっちゃ嫌われます。ピー入れてくださいよ。大丈夫ですか。やったタイトルだよ。あ、うん、あんまり好かれてはないです。いや、意外と。ヒントは？意外と。ヒントは？中日？え？いやでもいっぱいいますよ。いっぱいいます。中日？いっぱいいます。バッター？バッター。え、中日バッター。え、もう元気じゃない？もう元気じゃない。結構。ガンガン打つ方でした。ガンガン打つ、うん、いい時はガンガン打つ。あ、正解。うわそうなんだ。ピーですよ。どうしてですか。いやもう単純に文句めちゃくちゃ言いますよね。え、バットボックス入ってる時に。はい。もう不満な態度とか出しまくりますし。いやでもいっぱいいますよそんなん。もうそのピー入れてください。今なり大丈夫でした。今なりさんも全然大丈夫。エンジェルでした。エンジェルです。あらエンジェル。僕でもあんまそんななかったと思うんですよ。でもすごいですね。本当にバッターボックスが立ってるのにその後打席立つのに文句言えるってすごいですね。うん、そうですね。野手は野手だったら気持ち分かるんですけど、キャッチャーだとやっぱ審判すると、まあ、ね、ピッチャーに。そうなんですけど野手はなんかね自分をイライラで多分言っちゃうんですよ。だからどっちかというと僕野手になってからの方が態度悪かったなと思いますよ。じゃあ酒井さん球審やっててもうダイレクトに言われて腹立ったことは何ですか。言葉で誰とは言わずどんなこと言われましためっちゃ笑ってそれ、いっぱいありすぎるんですけど、でも多分一番腹立ったのは、まあ、僕も悪いんですよ。僕も悪いんですけど、はい、ピッチャーの時ですね。これ多分珍しいんですよ、ピッチャーと球審で。ピッチャーが今言うんですか。いやまあもちろん僕の判定が多分狭かったのもあると思うんですけど、はい、まあピッチャーとちょっと重なる部分ってあるんですよ。球審やっててこう前出たりした時に、はいはい、その時にいつもは敬語なのにもう先輩オーラ出してくるんですよ。お前今のいけるやろみたいな、ボソ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 言ってくるんですよ。言わなさそうだけどそんなこと。
でもそれはやっぱこう、昔から一緒にやってるからこそ言うんじゃないですか、とかありますし、やっぱまあお互いいろいろあったんで、でも翌日にはもちろん僕は謝罪っていうか、ちょっと僕も行き過ぎましたと。そうなんですか。多分やっぱり紳士なんで、いや俺も悪かったっていうふうに連絡をいただいて。バッターと思いきやピッチャーが言われたことある。バッターだったらどこがストライクやねん、絶対あるですよね。どこが、いやそこまではないですね。なんかただ揺さぶってくるのは結構ありますよ。揺さぶってくる、そのさっき言ったように、うん、いっぱいみたいな感じで、特にベテランの方とか、あるなあるな、あと何年目みたいな感じで言ってくるんですよ。審判って何年目を、そう何年目みたいな。怖怖怖怖で、ベテランの人はキャッチャーにもそうですけど、審判にも圧かけますからね。怖そ、何人か知ってますけど、さんとか大丈夫でした？言わないと全然その紳士っす。これ全部ピー入れてくださいね。もうマジピーだから。もう大輝さんと僕多分潰されますよ。やばい。グランド行けなくなるんで、ね。いやでも面白かったです。じゃあ次回最後リクエスト制度についてお伺いしていこうと思います。これアクセリアさんで借りるとおいくらぐらいですか。はい、これは1日15,800円。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。